こんにちは。東京マネさんの新製品、なんか MPP5A5 の次世代電動ガンらしいですよね。私はよく知らないんですけど、なんかね、アームズマガジンの表紙になんかそれが出てるとか出たとか、そういう感じでなんか一部噂で盛り上がってるみたいです。マリさんのチラ見せでもね、はい、明らかにセレクターのところグリップのあたりが出てたじゃないですか。ああ、 MP5 っぽいなっていう感じで、もう一個はなんかグロックの新しいジェネレーションっぽいねやつで楽しみですね。まあグロックは多分ガスプロのね新しいエンジン積んだやつの19と今グロック17ジェネレーション4が出てるんでしたっけ。まあそれに続くガスプロかなっていう感じしますね。いやー、それで MP5 ね、楽しみですね。まあ A5 から出て、まあどこら辺までやるか、まあ多分引っ張りますよね。まあクルツとか出るのかな、 SD とかも出るでしょうしね。あ、どんな仕上がりになるか楽しみですね。前ってなんかやっぱりメカボックスがね、あの次世代のやつコンパクトにできたんじゃないかななんて山中社長もおっしゃってましたけど、まあ実際どうですかねとか言っといて、なんかガスボロの MP5 とか出るといいですね。それにしてもサニマル、トントン話を聞かなくなりましたけど、次に V10 の黒が出て、その後 AKM が出て、ボディーガード380が出るんですかね。はい。というわけで、まあこれを見てる方の方が結構情報通だったりするので、まあよかったら、まあ今後の丸井さんの新製品の展開なども教えていただければと、ありがたく思います。というわけで、MP5 次世代出るとしたら楽しみですねっていう、ただの噂話でした。最後までご視聴ありがとうございました。